皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーでサッカー日本代表対、コロンビア代表のね、仮想シミュレーションをやっていきたいと思います。それでですね、コロンビアのフォーメーションこちらですね。はい、このゲームのシミュレーションですね。ファルカオ、ハメス・ロドリス、クアドラードと。で、キンテロ、ウリベ、カルロス・ゴンザレス、ダビンソン・サンチェス、ミナ、アリアス・モヒカと。はい、まあね、日本でワールドカップで試合してるんでね、だいぶ見慣れたメンバーだと思いますね。まあ部分的にはね、知らないような、人もいたりいなかったりだと思うんですけど。でですね、はい。この人ね、もう説明不要だと思いますが、ハメス・ロドリゲスですね。コロンビア代表のエースと言ってもいい選手かもしれません。トップ下型の選手ですね。もうね、このゲーム何回も言ってますが、現代サッカーからトップ下が消滅したことにより、被害を被った、そういうね、タイプの一人ですね。ハメス・ロドリゲス、イスコ、まあ、キンテロもそうかもしれませんね。だと、まあ、香川本田もその一人ですし、まあ、小野伸二でもいいですけどね。はい。トップ下の方の選手、マリオ・ゲッツも、まあね、まあ、その辺の選手ですね。はい。オスカルもそうですね、ブラジルの。はい。まあね、そういうね、サッカー、ボール扱いが非常にうまいですけど、スピードで、抜いてきたわけではない選手はね、トップ下が消滅して、ウィングに、起用されるようになって、そこで、スピードが足りずに苦労すると、そういうね、はい、選手が多いですね。まあ、ハミス・ロドリゲスね、その中でも、まあ、比較的ね、まあ、成功した方というかね、ただそれでもやっぱり苦労はしますね。はい。元レアル・マドリードで、レアル・マドリードでね、やはり、ウィングにコンバートされて、そこでね、まあ、スピードがやっぱりあれなんで、で、ミッドフィルダーもやったりしたのかな。はい。まあ、そこでね、出番がなくなって、バイエルン・ミュンヘンに行きました。そこでね、まあ、新たなキャリアを積んでいると。ただね、本当にうまいですね。はい。試合に出れば結果を残すみたいなね、それぐらいの安定した技術力持った選手ですね。はい。な、言うまでもね。で、キンテロですね。はい、この人ですね。コロンビアのメッシと言われているように、若干ね、メッシと体型も似てますね。ドアリスとも似てるかもしれませんね。背があまり高くないというか、まあね、横に広いっていう感じですね。筋肉質で。はい。こういう選手ね、非常にパワフルなドリブルをしたりとかしますね。で、キンテロ選手は、ミドルシュートをね、持ってますね。キック力が非常にあると。まあ、ミドルシュートね、ハメス・ロドリゲスも上手いんで、ですけど、まあ、キンテロも上手いと。はい。でですね、コロンビア、ハメス・ロドリゲスがエースだからといって、で、中央でね、ハメスをマンマークしたりすると、後ろからね、キンテロが出てきちゃって、結局、守りきれないんで、ハメスを抑えればいいというわけではないチームですね。はい。ハメスを、徹底して抑えると、そのね、フォーメーションの歪みがキンテロに、スペースを与えてしまって、キンテロにやられると。まあ、よくあるパターンですね。はい。簡単にはいかないです。で、これね、あれ、ファルカオがいないな。あ、ファルカオいないのか。はい。まあ、ファルカオの紹介は後にしますか。今のね、監督ですね。コロンビアの監督と。もうね、見たことあると思いますが、アジアカップでね、イランを指揮した監督ですね。で、アジアカップ終了後にコロンビアに就任したということで、コロンビア代表ね、まだ新しい監督になって、初戦ですね。それが、日本との親善試合と、そういうことですね。はい。で、この人監督やるとね、まあ何が日本にとってね、非常に不利かというと、もうね、スカウティングが済んでるっていうことですね。はい。アジアカップ戦ってそこでイランを指揮する上でね、まあ日本が最大の敵だったんで、そこで日本のことは調べ尽くしたと思うんで、日本をよく知る人物ですね。はい。そこが非常に日本にとって味の悪いところですね。で、これね、招集メンバーですね。はい。だいぶね、変わってますね。で、明らかにね、クラブチームとの関係で呼べなかった選手。今回ね、コパアメリカの、事前試合の親善ということでね、なかなか招集がかからないですね。で、はい、キーパーは東口が一応いますね。で、まあ、権田とかはね、呼べなかった。っていう感じで J チームで、J リーグの選手で構成されると。はい。で、ディフェンダーですね。はい。もう見てわかる通りね。まあ、吉田麻也入ってないし、ね、長友とね、酒井宏樹が入ってないのが非常に大きいですね。長友ね、まあもう34、5歳ぐらいいってんですかね。はい。ですが、未だにね、後継者がいないぐらいの、日本代表で
圧倒的なね、左サイドバックの存在になっていると。それぐらいね、能力高いですね。未だにですね。はい。で、酒井宏樹もね、極めて能力が高いと。もうね、日本代表の中で中島翔哉を抜いて、市場価値ね、ほぼ1位。みたいなね、そういう選手になってますね。はい。フランスリーガンのマルセイユでね、もう絶対的な、右サイドバックとして、まあ、センターバックをね、やらされたりとか、非常にね、能力が高くて人気もあるというね、はい。酒井宏樹、本当に成長しましたね。内田篤人の控えだった頃が懐かしいですね、っていうぐらいの選手になっちゃってます。で、その2人をね、今回、招集外で、で、センターバックは荘司元とね、冨安いますね。はい。荘司もね、非常に調子が良くて、ベルギーリーグ行って、新たな新境地を開拓しているというかね、まあ、ただね、非常に、レベルの高い、向こうのリーグでね、はい、あ、フランスリーグですね、はい。フォワードに1対1で負けちゃったりとかしてるんですけど、勝ったりもしているということで、何よりね、ビルドアップの能力非常に見せてますね。はい。で、サイドバックが難しいですね。ムロヤは知ってるんですけど、ミロゲンタはセンターバックと。サイドね、誰が、左ですね。まあ、右ムロヤにしても、左ちょっとわかんないですね。はい、未知数です。ただ、まあ、長友、酒井宏樹がベストないことは、もうね、圧倒的な事実なんで、だいぶ苦しいですね。はい。で、乾、香川と。山口蛍、まあ、小林、まあ、この辺ですね。はい。で、中島翔哉が呼ばれてないっていうのがポイントですか。あと、まあ、原口元気もね、はい。招集がかからなかった、一人だと思います。原口浅野とかね。はい。クラブチームの都合でしょうね、きっと。はい。あ、中島いますね。あれ、中島入ってるんだ。あ、じゃあ、まあ、使えますか。はい。で、香川も呼ばれてると。香川ね、ベルギーじゃない、トルコリーグでね、はい。非常に調子がいいというか、本来の力をね、発揮している、そういう状況ですね。はい。南野もいると。で、フォワードですね。はい。大迫がいないと。はい。これ厳しいですね。まあ、でもね、この二人、鎌田大地、鈴木武蔵と。鎌田ね、この人もベルギーリーグ、シント・トロイデンと。このね、シント・トロイデンですか。日本の、どこでしたっけ？楽天でしたっけ？どっかがね、スポンサーになって、チームのね、プロデュースみたいなことして、日本人選手ね、はい、冨安もそうですけど、何人も連れてね、ベルギーリーグに今、非常に、日本人選手のホットな、リーグになってますね。はい。で、鎌田はそこで結果を、残しつつあると。身長ね、180センチで、非常に、まあ、大迫にね、負けず劣らず、ある程度の長身の選手と、うまさもあると。鈴木武蔵ね、185センチ、北海道の、J リーグフォワードですね。はい。まあ、ただね、やっぱり、もう大迫ね、本当に、ある意味、日本代表の中で一番大事かもしれないぐらいの選手なんで、そこをね、欠いているという状況では、かなり厳しいですね。はい、鈴木と鎌田ですね。で、フォーメーションですね、やっと。はい。一応、日本ね、これ、デフォルトですね。吉田は招集外と、堂安はいると。で、中島いるんでね、原口いないですね。で、長友、酒井がいないと。東口呼ばれてますね。山口、遠藤航ね、そう、遠藤航もいないですね。はい。あれ、柴崎はいますよね。はい、柴崎は呼ばれてると。遠藤航は呼ばれて、遠藤航ね、でも、もうね、柴崎の、相棒役として欠かせないぐらいの、非常にね、ディフェンス力高い選手になってるんで、アジアカップね、はい、遠藤航の代わりに、塩谷とこみ組ませたら、カバーリングのね、関係が、うまくいかなくてね、カタールにだいぶ、このね、バイタル使われてしまいましたね。はい。それぐらい、柴崎の相棒として、遠藤、かなり重要な要素になりつつありますね。まあ、今回ね、山口がいるんで、できればね、使っていきたいですね。で、香川も呼ばれてると。はい。で、吉田に代わって庄司ですね。まあ、あと、ムルヤ入れますか。はい。ムルヤですね。でですね、長友代わりいないんですけど、長友抜きだとね、もう厳しすぎるんで、使いたいですね。何が厳しいかというとですね、はい。まあ、もう言うまでもないですけどね、コロンビアのフォーメーションですね。
で、基本的にね、右クアドラードと。でね、この前のアメリカ戦では、直前のアメリカ戦ではクアドラード左でしたね。クアドラード、右で、ユーベでしたっけ？右でね、常にやってますけど、左も実はできるんですね。で、ハメス・ロドリゲスですね。はい、この人も、左配置ですよね。ウィング配置されると、必ずね、中に入ってくるんですね、この人。はい。幅を取って縦で勝負するタイプではないですね。クアドラードとは違うタイプで、ネイマールタイプですね。中に入ってくると。でも、ここ入ってもね、関係なく、もう、いきなりね、トップ下に行っちゃったりとか、はい。そういうね、割とフリーマン的な、役割を与えられてますね、コロンビア代表の中では。ただ、監督ね、変わる前の話なんで、昔のね、イラン代表の、監督、今就任してどうなるかわかんないですね、ちょっと。はい。そういう自由な役割を、一人の選手に与えるかどうか、そういうタイプの監督なのかどうかですね。はい。わかんないですね。まあ、ただこれ基本ですね。で、右ね、クアドラードですね。で、日本代表の左サイドですね、要は。で、マッチアップするのが長友と。はい。もうね、長友とクアドラードは、セリエ、あでね、長友インテルの時代に、ユーベ、クアドラード、ユベントスの前もあったかな。はい。もうね、何回もマッチアップしてて、長友がね、結構、デュエルでね、力を発揮してるんで、ですね。で、長友がいれば非常に安心なんですけど、いないとなると、もうね、クアドラードが怖すぎるですね。はい。そこが最大のポイントですね、だから。で、ここでね、日本代表長友を使わないとなると、まあ、誰だかわかりませんけどね。まあ、例えば、まあ、三浦はセンターバックか。まあ、他の選手ね、酒井高徳でもいいですけど、使うとなると、相当に怖いことになるというね。はい。そこですね。だから今回ね、かなり分が悪いと思いますね。招集メンバーが悪いと。で、コロンビアにとってはね、ワールドカップ、開始早々ね、ハンドル1人退場して、日本がね、勝ちましたね。あの試合のリベンジマッチになってると。で、コロンビアの代表監督のね、イランの、元イランの監督にしても、アジアカップでね、日本代表イランに3-0ぐらいですか？ 3-1 でしたっけ？はい、勝ったんで、監督にとってもリベンジマッチと、いうことでね、非常に分が悪いですね。やっぱりリベンジマッチの方が、相手ね、しっかりやってくるんでね。ただね、日本にとって、いい点は、まあ、親善試合でね、ホームの試合ですね、完全に。はい、そこが大きいと思いますね。日本の中で試合できるので、コンディションは日本の方が上でしょうね。はい。そういう要素があると。まあ、当然ね、スポンサーも日本の企業がついてるんでね。はい。そういう面もありますね。で、フォーメーションね、一応これでいきますか。まあ、ゼロバックにはしますけど、左中島ですね。で、右堂安と。はい。乾ね、今、クラウチームで右やってるんでね。このゲームの設定値だと、堂安ね、まだまだ発展途上なんで、乾使った方がいいですけど、まあ、一応堂安で見ますね。で、ここどうしようかな。ここですね。悩みどころですね。大迫いないんです。武藤ですか？武藤ね、まだ代表ではね、そこまで実力発揮できてなくて、鎌田大地とか、鈴木武蔵ですか？まあ、どっちがね、どうなのかっていうね。まあ、武藤を使えばより正確に実力は測れるかなっていうね。まあ、そういう印象はありますね。これでいきますか、もうね。はい。で、ゼロバックにします。もう山口のことでね、完全にディフェンス型なんで。守備線の、ボランチってやつですね。守備専門と。柴崎インターセプト的なね、タイプの、はい、感じですね。で、まあ、フォーメーション一応これで見ますか。まあね、こっちにだいぶ、あ、そうか、武藤使っちゃってんだ。ずるいな。まあ、いっか。はい、ま、あ、違う、長友ですね。まあ、武藤招集されてないから大迫行きますか。ね。この大迫と長友が入ってくれてるのが大きいですね。はい。だいぶ、いいと思います。で、まあ、山口真ん中っていうことはないですけど。これでね、ちょっと、はい。感触を試したいと思います。あ、で、コロンビアのフォーメーションの、そうか、穴いってないな。まあ、いっか。はい。はい。ちょっと一回下げますか。はい。でね、コロンビア、そこまでね、組織的な守備をやってくれるわけではないと思うんで、ただね、攻撃の威力がすごいですね。はい。まあ、割とスペースはくれるんじゃないかなっていうね。で、マッチアップですね。まあ、問題は。
はい、今ね、中島の引いてもらう動き、中に入ってね、南野が裏抜けして1点ですね。南野ね、フルボイ相手にだいぶ結果残してるんでね、いいと思いますね。意外と、はい、活躍してくれるかもしれませんね。はい、南野がプレッシングでボール奪うと。シュートまではいけないですね。はい、山口蛍から、堂安と、ちょっとサイドチェン、うわー。はい。これね、人数勝ってますね。わー。はい、ミナですね。コロンビアのセンターバック、まあ、ワールドカップでもね、大迫とかが、序盤早々にやりましたが、そこまでね、まあ、世界トップクラスという感じではないかもしれません。意外とね、隙があったりなかったり、はい。クロスに大迫中央でフリーですね。まあ、今みたいなプレーなんでね、香川で、鎌田大地も、できるかもしれないですね。はい。はい、一回下げますか。で、逆サイドで。はい、ちょっとね、この、はい、サイドバック、室屋ですね。はい、弾かれてますね。まあ、ダビッド・サンチェスというのはみんな高さはあるんで、ですね、簡単には、勝てないかもしれませんね。はい、大迫から、戻しの失敗と。はい、これね、もう長友が言ってますね。はい、長友ね、本当に、欠かせないですね。まあ、やっぱりね、働きが大きいですね。で、今、大迫と中島がね、やっぱり、使えるということでね、左でね、だいぶ、違いを作ってくれるね。ただね、マッチアップがアリアスなんですね。アリアス相手に、どこまでね、まあ、相手当然スカウティングやってくるんで、ですね、それで、縦に、まあ、カットインうまくできるかみたいなね。あ、すごい。はい。柴崎のヘディングですね。珍しいですね、今。今みたいにね、ちょっとコロンビアのセンターバックが集中欠いてましたね。はい。大迫がプレッシングと。はい。これカウンターみたいになってますね。はい。南野のシュートでニア抜いていってんですね。まあ、コロンビアね、センターバック上がってくることはないと思いますね。割と張り付き型で。まあ、サイドバックですね。そこのスペースが使いようがあるかなと。はい、またね、後でちょっと説明しますけど。もうね、2、3試合ぐらいやりたいですね。どうせなら。はい、これは中島が、ボールカットと。はい、ちょっとね、勝てないですね。はい。で、落として、中島のシュートですね。はい。中島がショートコーナーと。で、庄司のね、ロングシュートですね。はい。まあ、ロングシュートみたいな形もね、あると思いますね。ボランチの、まあ、コロンビアがね、どこまで、バイタル守ってくるか次第ですけどね。モチベーションがね、どの程度あるかっていうのが難しいですね。リベンジマッチなんでね、ウルグアイは、親善試合日本でやりましたけどね。まあ、スアレスがいないのもあって、全体的にもね、ただカバーにはね、気力100十分でしたけど。はい。ウルグアイ前回ね、韓国にも日本の直前に負けてるんで、まあ、なかなか親善試合で、ベストでね、挑むっていうのは難しいのかもしれませんね。はい。まあ、本当にね、ただやっぱりリベンジマッチなんでね、はい、大迫、今、ブロック入りましたけど、うまく抜いていってんですね。やっぱりね、中盤のプレッシングが相当ね、効いてますね、こっち。で、まあ、長友がね、クアドラード抑えてるんで。はい、で、ハメス、このゲームだとね、やっぱり、動きの、ダイナミックな動きまでは再現されないんで、はい、5-0ですね。ずっとね、外側に張ってるんで、ハメス外側に張ってるなら怖くはね、そんなないですね。スピードがないんで、縦がね、ないんでね、カットイン気をつけて、まあゲームね、サイドで作ろうとすれば、ちょっと難しいかなという感じですね。で、コロンビアですね、フォーメーションこちらですね。で、弱点が、まあセンターバックで集中欠くことがあるっていうのと、まあ中央もね、どの程度スペースくれるかっていうね。はい。まあ、ここでね、柴崎とか、まあ、あと、誰ですか、山口入れましたけどね、はい。うまくボール持って、
ってくれれば、まあ、南野とかですね、はい。割とね、チャンスは広がるかもしれませんね。で、まあ、あと乾使うかどうかですか。乾もあるかもしれませんね。で、サイドバックですね。アリアス、アトレティコマドリードですね。見ての通り非常に、まあ、能力ね、平均的に高いですね。プレッシングもしっかりしてるんで、ですね。まあ、スピードはね、やっぱモヒカの方がありますけど。で、モヒカ、スタメンかどうかわかんないですね。使わないかもしれないです。別のね、このメンバーに入ってない選手がやるかもしれないと。で、アリアスのサイド意外と硬いですね。ただね、まあ、ちょっとね、よくわかんないですね。中島がアリアスとマッチアップしてどこまで、できるかっていうね、話ですね。で、モヒカ守備意識がちょっと低いんで、で、ハメスね、中に入ると、スペース空くんで、ここにね、絶対にサイドバックがもう上がんないとダメですね。そのための、まあ、ハメスね、中に入ったら上がんないとね、もう攻撃の機能としてかなり悪いですから、まあ、最悪ね、これもありますけど、まあ、こっち行くにしても中央は来ますし、サイドバックが結局ね、絞ることになったりするんで、ですね。で、ハメス上がれば、この形と。で、ここにね、スペースあるとすれば、堂安かね、まあ、乾あたりが、つけるかもしれないと。はい。で、そんな感じですかね。はい。で、守り方としてね、ハメス中に入ってくるんで、で、キンテラもいるんで、ここね、柴崎と、まあ、山口ですかね。遠藤働いれば、遠藤がね、やらせるのがベストですけど、バイタル真ん中ゾーンプレスで、しっかりとキンテラとハメスを捕まえておかないと、すぐね、1点入っちゃうんだよね、この位置。キンテロ、はい、ミドルシュート、はい、キックついてますね。ミドルシュートあるんでね。で、ハーメスも当然、蹴れるんで、ここでフリーにさせられないと。で、クアドラードもカットインしたときは、シュートブロック入んないと、ミドルシュートでね、6辺ゾーンですね。巻いて蹴るシュートで、決められることがあると。いうことでね、バイタルのディフェンス完璧に、はい、チームのね、約束ごと決めて、最後にシュートブロックに入れるように、完璧に守んないと、負けちゃいますね。はい。キンテロ、ハメス・ロドリゲス、カットインしたクアドラードと。はい。その人、その辺ですね。で、攻めてはね、モヒカ、早いですね。こっち、誰でしたっけ？ムレアですか。ムレアとマッチアップと。はい。まあ、アリアスはね、割とバランス取ると思いますね。クアドラードがだいぶ攻撃、出ると思うんで。やっぱりね、でも、クアドラード左もあります。アメリカ戦で左でしたけど、まあ、基本はね、これなんで、これわざわざね、リスク取って、逆にすることないかなということでね、やっぱり右から来ると思いますね。はい。で、クアドラード右にいるときは、アリアスがバランスを取ると。クアドラードね、カットインもできますし、縦にもね、いけるスピード持ってるんで、サイドバックね、オーバーラップして、する必要ないですね。むしろ孤立させた方が、アイソレーションにした方が、機能するタイプのウィングですね。ハメスは違いますね。カットインがあるんで、サイドバックのオーバーラップが生きてくると。はい、そういう感じですね。で、また、フォーメーションを組み直しか。はい。じゃあね、もうちょっと、乾使いますかね。で、まあ、今、大迫使っちゃったんでね、武藤使いますか。まあ、大阪ね、使いたいですね、本当に。大阪がいるのといないのっていうのは、加賀招集されてるんで、今非常にね、調子がいいんでね。はい。加賀が入ってくれればね、本当に、ありがたいんだけど、なかなか入ってくれないですね。で、山口ホタル。はい。この辺は変わんないですね、でも。で、ムルヤがこっちか。はい。佐川宏樹もね、これのステータスなんで、ぜひともね、使いたいですけど。はい。ちょっと絞った形、上がった形にしますね。これもう長友使っちゃうんでね、反則ですけど。はい。これでいきます。あ、キーパー権田になってんな。まあいいや。まあやっぱりね、でも左が日本のね、ストロングポイントなんでね、中島が、どこまでできるかですね。今回長友いないんで、オーバーラップにそんななさそうですね。クアドラードを抑えなきゃいけないんでね。中島が孤立して、アリアスとね、1対1戦った時に、どの程度できるのかっていうのはね、重要な、ところかもしれませんね。はい。オフサイド。うん。はい。ちょっと直し忘れたんで。はい、東口入れます。これでいいでしょう。はい。ここね、乾なら、意外とね、スピードあったりするんで。はい。うん。
はい、山口のシュートですね。はい。で、やっぱりね、コロンビア監督変わって、監督の要求がね、どの程度なのか、わかんないですね。で、その第一試合ということでね、まあ、うまくいったり、いかなかったりする部分があると思うんで、そこまでね、協調性のある、組織的なね、攻撃が飛んでくるかどうかは、まだ、何もわからないですね。はい、データがないんでね。はい、武藤のね、うまい抜け出しでシュートで1点ですね。得点能力に関してね、鎌田大地が非常に、持ってるっていうことでね、はい、いいと思いますね。やばい。はい。わ、ここ、ちゃんと守ってますね、皆が。ワールドカップで退場したのはダビンソン・サンチェスですかね、はい。やっぱりね、なかなかプレッシャーが大きくて、そういうね、センターバック、そういうポジションなんでね、本来の実力を発揮できない可能性も十分に考えられますね。はい。ハメス・ロドリゲスがボール持ってますね。これは大丈夫ですね。で、ファルカオのマッチアップですね。まあ、吉田麻也ならね、1対1で、完封しましたね。ワールドカップで。はい。それがあるんでね、安心なんですけど、今回吉田なしで、庄司とね、おそらく冨安ですか。まあ、庄司もね、多少マッチアップしてるんでね。はい、それがどうなるかですね。ファルカオが、一発やられるかやられないかみたいなね、そこもありますね。はい、香川がいい動きしてますが。はい、1-0ですね。ちょっと変えていきますか。もう、伊東純也にしたら関係なくなるか。伊藤純也は招集されてないですね。はい、武藤がアタックします。伊藤も確か海外行きましたっけ？行ってないですか？いや、はい。今ね、綺麗にショートカウンター気味の攻撃が入ったんですけどね。はい。で、ファルカオはそんな怖くないと。持ち上がるときはね、はい。やっぱりね、持ち出し役はクアドラードになると思うんで、あ、そこボール持ったときね、再度ね、1対1破られないか、怖いですね。クアドラード破られてね、中に、ファルカオ、ロドリゲス、キンテロがね、待ってると本当に、恐ろしいことなんで。はい、いいシュートですけど、プレスシュートブロックと。はい、ここね、ムリアが高い位置取ってますね。いや、ダメか。リーベ、はい、はい、山口蛍から、はい、武藤のシュートで1点ですね。だいぶね、今真ん中に3人ぐらい入って、南野もそう、赤川もそうですし、サイドもね、だいぶ中に入ってくれたんで、不利になりましたね。はい、ここ、武藤から長友使うと。はい、で、ニアにね、中島が走り込んでシュート1点ですね。中島、背は低いですけど、キックはね、ショートバウンドさせ、キーパーの手前でバウンドさせたりとかね、だいぶね、点に絡むようなシュート多いですね、本当に。ボールの質もね、無回転で、なかなかね、キャッチングが難しいと。ファンブルすること多いんでね、キーパーが。それで得点につながりますんで、そのね、中島のシュートの質の組み合わせで、堂安とね、南野が非常に、点取り屋のね、ストライカーの意識強くて、こぼれたボールに詰める形ね、持ってるんで、はい、4-0ですね。そのね、相性がいいですね、だいぶ。最後は、本気いきますか。ちょっと。はい。で、今ね、長谷部が非常に調子がね、いいんで、フランクフルトでね、キッカー氏が選ぶドイツ・ブンデスリーグ前期ベスト11センターバックしかも、ということでね。はい。35歳にして、キャリア最盛期を迎えるというね。はい。恐ろしいことですね。はい。本当にすごいですね。で、どうしようかな。この場合。
あと、や、あれ、山口とか、そっか、山口変えちゃったのか、今。まあね、坂いないなら、モレは落としたい、落としたいぐらいですね。はい。中島が違いを作ると。で、あと、誰しようかな。山口行って、井出口はいないんですよね。今回ね、まあ大阪もどうせなら使って、原口はいないと。あと、宇佐美使ってない。宇佐美使いますか。宇佐美もね、今回、招集されますね。非常にね、左、中島も出てきちゃってね、本当に、宇佐美の居場所がなくなりつつあるんですけど、まだまだね、伸び盛りで、これからね、活躍してくれることと、思います。ここいないな、本当に。本田使うか。はい、本田さん入れます。柴崎真ん中で、長谷部センターバックですね。だいぶね、遊んだフォーメーションですけど、でもね、これが一番、強いと。西川をそして使うと、東口じゃなくて。で、宇佐美ね、左にしてみますね。宇佐美ね、ボール足元でもらいたがるタイプで、完全にね、動き出しが、設定から消去されてると。で、ドリブルを持ってるっていうね。まあ、ドリブルもね、乾の、を取るというね、かなり悲惨なステータス設定されちゃってますね。はい。まあ、実際にはね、意識が変われば、ディフェンス面と動き出しの面ですね。オフザボールの動きが、良くなることと思いますね。で、ここが、宇佐美と。はい、これでね、ボール持てるなら、宇佐美頼む。はい、ちょっとね、アリアスのマッチアップが悪いですが。はい、長谷部から、大迫で、香川真司ですね。ここは空いてますね、ちょっと。はい、安定の大迫ということで、今ね、ちょっと、コロンビアのセンターバックの爪が甘かったのもありますけど、後ろから来るボールをね、うまくトラップして、シュートコースに蹴ってくれるんでありがたいと。はい、大迫ですね。で、南野がね、必ず、あ、香川ですか。そうですね、香川も、シャドウの動きあるんでね、はい、大迫のシュートですね。ちょっと、南野に変えますか。そっちの方がね、はい。あ、間違えた。はい、香川ね、で、インサイドハーフですね。シャドウストライカーではないんでね、タイプとしては。で、中盤まで引いてね、ボールつなぐ動きとか非常にうまいんで、はい、いいシュートですね。南の今の、シャドウストライカーとして、完璧なポジショニングです。はい、本田のシュートです。ミドルシュートですね。はい、宇佐美がクロスを上げます。はい、大迫がもう競り勝ってますね。大迫ね、実際に、ワールドカップコロンビア戦でね、ダビンソン・サンチェスかミナのマークを、振り切ってね、1点決めたんで、ですね。身長ね、高い方がいいというわけではないですね。その前のポジショニングの段階でね、いいポジション取ってるなら、身長はね、もう関係なくなってきますね。はい。ディフェンダーとしてはね、とにかく相手を自分の体からね、離さないようなマークのやり方でね、はい、守るしかないですね、もう。はい、ちょっとね、フラ取られると、すぐにね、この前もね、セネガルのマネが、リバプールでね、誰でした？フンメルスね、振り切って、ヘディングで、ね、競り勝ってたんで、そういうことも起こりうるっていうね、感じですね。はい。あ、宇佐美。よし。はい、宇佐美のね、シュートまで行きましたね。はい、本田のクロスに大迫と。はい、いいですね。はい、南野のシュートと。はい、手前に落として、ダメですね。やばい。はい、2-0ですね。もう最後は、あと誰だろう。岡崎ぐらい使っちゃうか。はい、岡崎、懐かしいですね。2014年は岡崎のヘディングでね、前半に1点決めて、あれでね、首の皮1枚繋がったっていうね。まあ、あの時岡崎、レスターで、本当にね、キャリアハイを迎えていたという感じなんでね。その後確かね、怪我もあって、だいぶね、苦労しましたね。はい、本田がボールを奪いました。はい、宇佐美のシュートと。
まあね、本田香川もてっきり代表引退かと思いましたが、香川にはね、また再び呼ばれて、はい、面白いですね。はい、南野から大阪と、あ、岡崎か。はい、シュートですね。まあ、岡崎は得意な形が決まってて、今みたいなね、ポスト的なプレーからの、シュートみたいなものはあまりね、やらないですね。はい、ファルカオからボール奪いましたね。まあ、ファルカオはね、もう30歳過ぎてますけど、まだまだね、活躍してるということで。はい、宇佐美のクロスに岡崎が合わせていってですね、やっぱりセンターバックのコロンビア、最後のね、ブロッキングのところちょっと甘いですね。はい、もっと強く入らないと、日本の選手ね、特に、小回りが効くタイプ多いですからね。そこが難しいですよね、守るの。はい、強烈な、誰ですか、今、冨安。はい、ヘディングですね。岡崎か。そうだな。はい。やばい。はい、ここら辺、山口渉がいるんで、助かりますね。はい、まあ、全然ね、これなら、やられる気配がないですね。なかなか。はい、というわけで、3-0ですね、最後は。はい。最後はね、だいぶ元のフォーメーションから変わっちゃいましたけど、全体的にね、良かったと思いますね。やっぱりコロンビア守備的な、弱点がね、若干あるかという感じで、特にセンターバック2人ですね。はい、ここ、大迫がやれる可能性はなきにしもあらずと。まあね、大迫、香川は、コロンビアにとってね、因縁の相手なんで、ですね。はい、逆に、それが入ってくると、モチベーションになってしまうかもしれませんね。だから、まあ、今回は鎌田と、鈴木武蔵ですね。はい。で、モヒカここに行って、アリアスですね。やっぱりモヒカね、スピードありますが、それをしっかり抑えて、裏のスペース使えれば、カウンターが決まりやすいと。このウリベとカリスロス・サンチェスが代表でどのくらいできるのかっていうのはね、よくわかんないですね。ここスペース空くのかどうか、あるいは、まあ、どっちだろう。あんま守んないのかな、でも。はい、ウリベあたりが、あ、違うか、カルロス・サンチェスがね、スペース埋めてしっかり、消してくるのかっていうね、そこですね。で、まあ、やっぱりね、クアドラードですね。はい、ここを抑えられないと、なかなか厳しいと思います。サイドね、左誰がいるか知りません。長友じゃないことは確かですね。はい。そんな感じですかね。はい。今回ね、サッカー日本代表対、コロンビア代表の滑走シミュレーションでした。日本代表のメンバーこれですね。長友と佐賀弘樹招集会と。で、吉田もね、いなくて、庄司と、冨安が入ってると。で、真ん中ですね。まあ、中島と、堂安律、乾、香川と、山口渉ですね。はい。遠藤航招集会なのが大きいですね。南野は入ってますね。はい。で、センターフォワードね、大迫がいなくて、鎌田と鈴木と。まあ、この二人ね、どっちか、ブレイクする可能性あると思います。おそらく鎌田を使うでしょうね。はい。そんな感じですね。というわけで、今回はサッカー日本代表対コロンビア代表のね、親善試合の、事前仮想シミュレーションでした。はい。また次回ね、シャッフルモードやっていこうと思います。それでは今回はこれで、失礼します。